皆さんこんにちは。リポーターのマノリエです。今回は今年で創業50年を迎えるリビング D 第一建設を紹介します。リビング D 第一建設は美しいデザインと高性能を兼ね備えたロングライフデザインの住まいをお客様へ提案し、7000棟を超える地域ナンバーワンの設計施工実績を持つ会社です。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。第一建設企画広報室の小串です。よろしくお願いします。真野です。こちら建設会社のオフィスですよね。はい、はい、すごいおしゃれでカフェみたいなんですけど、ここアルタナカフェはですね、第一建設の本社1階のスペースをリノベーションをしてお客様に空間のくつろぎを提供しております。真野さん、よかったら座ってみてください。いいですか。はい、気になってました。あー、もう本もいっぱいで座り心地も本当に良くて、なんかすっかり落ち着いちゃいますねアルタナカフェでは店内3000冊を超える本や絵本をですね、貸し出しもしております。カフェから、まあ、図書館みたいな使い方まで、はい、いろいろできるということなんですけど、はい、お家のご相談をすることもできるんですよね。はい、同じく1階の方にですね、打ち合わせスペースもご用意しております。はい、こちらの方どうぞ。はい、ここが打ち合わせスペースですか。はい、はい、お住まいの、まあ、新築はもちろんですけれども、まあ、リフォームやリノベーション、またはですね、当社の方不動産の扱いもありますので、土地探しの方のご相談なんかも受けたまわっております。そうなんですね。本社とカフェの向かいには雑貨や家具を販売するインテリアショップ離れアルタナを併設。一番人気はこだわりの一枚板で作るオリジナルブランドのダイニングテーブルです。というわけで、第一建設30区画分譲ベッソアルタナにある響き座未来へやってきました。外壁には屋久島で育てた屋久島地杉を採用しています。早速中を案内いただきました。響き座未来は延べ床面積およそ34坪の 4LDK、 借景を取り込むリビングダイニングや水回りを上下に分離した間取りが特徴です。失礼します。はい、部屋の中にもたくさん木が使われてるんですね。はい、はい、そうなんです。ところで真野さん、はい、温度は今いかがですか。ちょっと外寒いなと思ったんですけど、はい、お家に入った瞬間、本当にじんわり暖かくなってます。このモデルハウスはですね、夏エアコン1台で過ごせて、冬もですね、無暖房でも暖かく過ごせるような高い性能を持った未来のお家になっています。そうなんですね。はい、ちなみにこれ温度計がありますので、はい、壁や天井、床なんかを測ってみてください。はい、ありがとうございます。結構暖房をつけると下が寒いなといつも思うんですけど。そうですね。はい、24.5 度ですね。はい、過ごしやすい温度ですよね。うん、はい、じゃあ真ん中も、真ん中は 26.5 度。はい、はい、じゃあ上も測ってみましょうか。はい、上も 26.5 度ですね。はい、じゃあほぼ均一にいく感じなんですね。はい、そうですね。電気代も抑えられますよね。はい、おっしゃる通りです。はい、この厚さ分かりますかね。あ、本当だ、結構厚いですね。はい、第一建設のお家では全て高性能樹脂トリプルガラスを標準仕様として採用しております。今ね、断熱の性能ももちろんなんですけれども、はい、音もすごく静かで、今結構風の音はね聞こえる感じですけど、はい、ちょっとじゃあ閉めてみます。はい、本当ピタリと音が聞こえなくなりますね。はいはい、食事をするダイニングは開放的に、リビングは落ち着いた空間にするため、天井にはあえて高低差がつけられています。こちらがキッチンになります。もう料理のモチベーションが上がりそうなキッチンですけど、はい、L 字型なんですね。はい、
作業するときに立っていただくとリビングやダイニングが見渡せるような雰囲気が楽しめると思います。確かにここから家族と会話をすることができていいですよね、はい、しかもあの料理をする時の動線もこう無駄な移動をしなくていいので、はい、すごいいいですよね、はい、ただのすいませんちょっと個人的にはもう少し収納があったらいいなと思ったんですけど、実はですね今回このキッチン右手側にパントリーとしてご用意しております。よかったらこちらご覧ください。はい、あ、じゃあちょっと行ってみたいと思います、はい、なるほど、棚がたくさんあるので、はい、これなら収納も困らないですよね、はい、パントリーは玄関とつながる回遊式動線が採用されているため買い物したものを玄関から直接運べます。続いて2階を案内いただきます。お風呂のスペースになっています。いいですね。ちょっとここに洗濯物とかかけることもできるんですか。はい、そうですね、お風呂を入るときに洗濯をしてそのまま干すっていう短い動線ができています。いいですね、はい、ということは、はい、こちらはお風呂ですか。はい、お風呂になります。見てみていいですか。はい、どうぞ。はい、じゃあちょっと失礼します。ちょっとすごいお風呂も木がたくさん使われてるんですね。はい、今回は日本のサワラという木を浴室に採用しています。もう木のいい香りがしますし、はい、ちょっとした温泉に来たみたいですね。そうですね、自宅にいながら温泉気分は十二分に味わってもいただけると思います。ランドリーバスルームの向かいには家族で利用できるウォークインクローゼットがあるためコンパクトな家事動線が叶います。2階には主寝室や和風のフリースペースなど3部屋が設置されています。また家具は離れアルタナで取り扱っている商品で統一されています。いろいろ案内していただいて、はい、やっぱり木がたくさん使われているので、はい、本当に木のぬくもりを感じましたし、はい、なんか今本当にほぐされちゃって心もポカポカする建築ですよね。はい、リビング D 第一建設は今年50周年を迎えます。皆様のこれからの未来により良くなるように、住まいのサポートをしてまいります。また第一建設公式 LINE の方でもご相談や、などを受けたまわっております。ホームページなどをぜひご覧になってみてください。今回は富士市にあるリビング D 第一建設を紹介しました。皆さんのお越しをお待ちしております。